オガオガ市のテルストラストアテルストラの公衆電話、テルストラはオーストラリア最大の公共、民間所有の通信会社。GSM は900、1800MHz 帯、n u t は 850MHz 帯を採用。このため、ドコモローミングの際は n u t 8 5 0 m h z 対応のワールドウィング機種の利用が推奨される。かつては CDMA を手掛けていたが、 三つを手掛けることなどを理由に低破した。このため、KDDI のグローバルパスポート CDMA が、現在、豪州では利用できなくなっている。なお、豪州で、三つサービスを手掛けるサンテルストラは、別オペレーター。なお、豪州のサンは、Go ボーダフォンと経営統合に伴い、ボーダフォンブランドに統一されており、現在は当社及び、オプタスとの三大事業者の一角を占めている形と、 なっている。オーストラリアの街頭にテルストラの公衆電話がたくさんある。テルストラグローバルはテルストラ合衆本社の海外部門になる。主な事業内容はネットワークサービス、ホスティング、マネージドサービスになる。2010年に合衆本社の国際部門を香港に移転し、アジアエリアに特化した組織体制へと移行。2011年に インフラストラクチャー管理会社リーチの資産編成を行いなるケーブルの保有やデータセンター事業を拡大。アジアパシフィック内で保有しているケーブル量はアジア最大規模になる。2012年度からはクラウドベースのサービスをリリースし、ネットワークカンパニーからソリューションカンパニーへとシフトしている。日本法人は東京都港区のアタゴグリーンヒルズに拠点を置く。 資本金は9725万円。設立当初は国内通信事業者に対して自社回線を提供。近年は日系企業のグローバル進出に伴い製造業、金融業を中心に直販ビジネスにシフト。2011年の東日本大震災では、 茨城の海底ケーブル複数本が故障するも被害を免れた自社所有の回線を迂回ルートとして用いたことで対応。ありがとうございます。